ウィスー、脳筋ハンクです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、皆さん、来ましたよ。これは朗報なのか、秘宝なのか、よくわかりませんけども、召喚獣で、バハムートがやってきました。なんか複雑な気持ちですね。なんで生放送で言わなかったんでしょうね。生放送で言っておけばめちゃくちゃ盛り上がってること間違いなかったのにね。で、今回のバハムートね、奥さんめちゃくちゃ強いよ。はい、ということでね、今お知らせの方にバハムートの詳細載っておりますんで、今回もねっとり見ていきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー。はい、じゃあ早速見ていきましょう。今回のバハムートは11月の14日メンテナンス終了後よりビジョンカードとして登場いたします。どうですかこれ、かっこよすぎるでしょう。そして美しいです。早速見ていきましょう。コストがなんと90なんですよ。過去にいました？90って、ちょっとわかんないんですけど、でこのコストを見た時になんかちょっと違和感を感じたんですよ。っていうのも、あの破滅さんとかギルガメッシュってかけらの1個あたりの単価って高いじゃないですか。今回のこのバハムートもかけらの単価高いんじゃないのかなと俺は睨んでるのよ。俺がもし運営だったらこのバハムートを簡単に貫突してほしくないんですよ。だってこんだけ強く出してるから、そら集金できるでしょ。この後のね、パーティーアビリティと、まあ、付与効果、まあ、もう皆さん見てると思うんですけども、やばいでしょ、これ。まだね、その、ちゃんとした力を発揮するキャラっていうのは、少ないかもしれないんですけども、まあ、これはね、人権張れるぐらいの強さはあると思います。じゃあ見ていきましょう。はい、じゃあパーティーアビリティから見ていきましょう。発動条件がここでもあるんですよ。それが光属性限定でございます。そして与える効果が魔力アップ、素早さアップ、そしてこのバハムートのカードがレベルマックスになりますと単体攻撃耐性アップがつきますと、一つのビジョンカードで3つつくんですよね。過去にこんなカードありませんでした。で、このビジョンカードにバシッと当てはまるキャラっているのかっていう話なんですけども、今回の FF10 コラボのユーナが最適性じゃないのかなと思いますね。そして工場キャラなんであれば、サクラ。その辺ぐらいになってくると思います。じゃあ、光属性の物理アタッカーと組ませたら良くないのかっていう話になるじゃないですか。いや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 、魔力アップが関係ないっていうだけで、素早さアップと単体攻撃耐性アップ、これ残るんですよ。やばすぎるでしょう。例えば、非火線。入れといて、パーティーに。両隣にユーナとサクラを入れておく。で、非火線突っ込ませてヘイトを取らせると。で、後ろからユーナとサクラで魔法でぶっ飛ばすと。で、非火線が食らったら回復もできる。で、なんとその非火線ちょっと早いですからね。嫌すぎるでしょ、早い非火線。で、単体の攻撃もね、防いでいくということなんで。これだけで素晴らしいパーティーが完成できますよね。まあ持ってたらの話なんですけど。はい、次に付与効果見ていきましょう。当然のごとく限定付与がありますね。発動条件は光属性。付与効果は魔法攻撃アップですね。パーティーアビリティの方にも魔力アップがついておりますんで、このカード1枚で光属性の魔法使いの全てが補うことができます。なんか他の属性の魔法使いがかなり霞んで見えてくるんじゃないのかなと思いますね。で、光属性ということなんで、まあ苦手はないですよね。まあ相手に、例えばカインとか、まあ最近なんであればガーブルとか、まあ破滅さんとかね、その辺ギルドバトルに出てきてもこっちが先手取ればおそらくワンパンですね。それぐらい強いカードになるんじゃないのかなと予想しております。はい、次に召喚魔法見ていきましょう。みんな大好きメガフレアがありますね。バハムートを召喚し、範囲内の対象に2連続の無属性ダメージ大、&一定時間マップ効果発動。味方の攻撃魔力アップ。はい、やばい。強すぎる。そして、この範囲見てくださいよ。めちゃくちゃ広くないですか？これ範囲内に全部いてたら、まあ、消し飛ぶんじゃないでしょうか。相当威力は出ると思います。そしてこれ倒せなかった場合でもね、味方全員にね、バフ
すごいバフかかりますからね。これは欲しいですよね。ビジョンカードって、5ステップアップがここ最近ずーっと確定で出てるわけなんですけども、今回のこのバハムート、出るのかな？運営さんは50連で、このバハムートを我々ユーザーに渡すのかどうかっていうとこですよね。もう普通のガチャで頑張って当ててねっていうスタイルか、あえてこれをユーザーに受け取りやすいようにしといて、あーこのバハムートを持ってたらユーナも欲しくなるよね、チラッチラみたいな感じのスタイル、どっちかでしょうね。はい、次にですね、ティーダとユーナの情報がお知らせの方で公開されました。ちょっと見ていきましょうか。こちらの方はですね、前回の動画でまあ喋っておりますんで割愛させていただきます。これですよね。マスターアビリティ。味方の水属性ユニットの HP 上限プラス 10%。水属性アビリティ攻撃プラス15。自身の防御貫通率がプラス20上がりますね。だから、グラセラとかと相性いいんじゃないでしょうかね。水属性で固めるんだったら、あとイルディラとね、混ぜて、全然ありじゃないでしょうかね。はい、そして次、ユーナですね。はい、マスターアビリティが、味方の光属性ユニットの HP 上限 10%、光属性アビリティ攻撃プラス15、自身の範囲攻撃耐性プラス10ですね。いいですね。うん、ガードに特化しておりますよね。おそらく、ユーナって耐久力あんまりないと思いますんで、こういうところでもね、ちょっとでもね、耐性つけていくっていうのは非常にいいことですよね。はい、そしてイベントが始まりましたら、限定ハードクエストありますね。ティーダのかけらが50個。そして、ユーナのかけらも50個もらえますね。そして、この後にアーロンが控えてるわけなんですけども、アーロンはあるのかどうかっていう話なんですけども、おそらくあります。アーロンのコストっていくらだと思います？俺生放送でヒロノ先生に聞いたんですよ。全部今回のキャラは80って言ってました。コメント拾ってくれてありがとうございます。はい、ということでね、これあるないだけで、もう全然ね、貫突するモチベーションが変わってくると思いますんで、毎日これやっていきましょう。逃すと結構後悔しますよね。はい、ということで、今回 FF10 のコラボとバハムートの実装が、まあ同時に来るわけなんですけども、これ全部やろうと思ったらめちゃくちゃ金額かかりますよね。ここはかなり考えどころじゃないでしょうか。まだアーロンさんも控えてるということですんで、皆さん課金は計画的にやっていきましょう。という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。